ライプミュード160の圧縮関数のサブブロック。ライプミュードは、1996年に、ルーベンカトリック大学コシックのハンス・ダ・バートン、アントーン・ボスレイヤーズ、バート・プレニールによって開発された、暗号学的発ュ関数である。ライプミュードは、MD4 の設計原理に基づいたものであり、ス -1 と同程度のパフォーマンスを有している。 シャマイナス1やシャマイナス2が NSA によって開発されたのと対照的に、ライプミュードはオープンな学術コミュニティによって開発され、特許による制限を受けない。ライプミュードマイナス160は、オリジナルのライプミュードでは128ビットである、ハッシュ帳を160ビットにした上で改良を加えたものであり、ライプミュードのファミリーの中で最も広く用いられているが、 マイナス -1 ほどは用いられていない。160ビットだけでなく128,256,320ビットの編集もあり、それぞれライプミュード -128, ライプミュード -256, ライプミュード -320 と呼ばれている。128ビットであるライプミュード -128 は同じく128ビットでありセキュリティ面での 問題点が発見されていたオリジナルのライプミュードを置き換えることのみを意図したものである。256および320ビットであるライプミュード -256、ライプミュード -320 は8種の衝突の可能性を小さくするのみであり、現像攻撃への耐性といったセキュリティレベルはライプミュード -128 やライプミュード -160 と同程度である。 2004年8月にオリジナルのライプミュードについて8種の衝突が報告された。これはライプミュード -160 などには影響を及ぼさない。ライプミュード -160 による発出値は16、新法で40桁となる。以下は43バイトのアスキー文字列を入力とした時のライプミュード -160 による発出値である。 ライプミュードマイナス -160 イコール 37F332F68 デシベル77ビット DQD7A4969571 アド 671CFQDD3 ビット入力メッセージのわずかな違いも出力される発出値には大きな違いをもたらす D を C に変えた場合には以下のようになるライプミュードマイナス -160 イコール 132072DF6 億9093万 3835EB8 ビット6アトレイ b 77E7 ビット 6F14A キャド7空の入力に対する発出値は以下のようになるライプミュード -160 イコール q c 1 1 8 5 a 5 c 5 e q f c 5 4 6億1280万 8977A8F548 ビット 2258D31 ライブミュードをサポートしているライブラリーは以下の通りありがとうございます